い、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントのエス君です。よろしくお願いしま す。はい、ということで早速今回の企画を発表したいと思います。はい、お願いします。プロと初心者お絵かきバトルです。来たね、この企画。そう、久々やってきました。いやー、きついんだよなこれ。まあ当然普通に勝負してもなかなか初心者のエス君に勝ち目はありませんの で今回もハンデ戦にしたいと思います。何ハンデでしょうか。はい、今回は使う画材にハンデをつけます。なるほどね。はい、私の使う画材は、じゃん、こちらのセリアで売ってる100均のアルコール性マーカー、この6色、これを私は今回使っていきたいと思います。はいはい、初めて100均のマーカー使うんですけど、なかなか性能はいいと聞いています。うん、そして S 君が使う画材は、俺はこのコピック24色ですよ。はい、こちらご存知コピック、こちらもアルコール性マーカーなんですけども、1本こちらは380円とほぼ400円で、はい、なかなか結構高いね、高価な、でもすごく人気なアルコールマーカーになっております。結構すごいよね。しかも色も24色セットですので、こちら S 君は全部使えます。やったぜ。こちら私はプロは100均のアルコール性マーカー、 S 君はちょっと高級な、はい、アルコール性マーカー、これで勝負したいと思います。はい、では早速勝負始めますよ。いくぜ、レッツチェキラー。はい、ということで制限時間は30分。あ、はい、そして今回各キャラクターなんですけども、そういえば聞いてなかったですね。そう、今回は2人でボーカロイドの初音ミクちゃんを描いてみたいと思います。なるほどね、あんま描いたことねえんだよな。そう、私もないんでね、ちょっと今回は2人で頑張ってみたいと思います。はい、線画で描けなかったら勝ち目ないんだよな。そう、でも線画を早めにやらないとちょっと色塗り時間なくなっちゃうからね。ボーカロイドといえば、私は昔割とよくいろいろ聞いたりしてた、本当昔なんですけど、してたんですけど、S 君は何か聞いたことあります？僕はないですね。そうだよね、 S 君はあんまり聞いてるイメージないですけど、でもあの千本桜とかすごい有名なの知ってる？千本桜はテレビでよくやってたからね、うんうんうん、聞いたことあります。なんか私はね、でもこれ言ったら本当に昔の古のオタクだと思われちゃうけど、あの、ミックミックにしてあげるっていうね、知らん、なんやそれすごい昔のミックの曲があってね、うん、あのそれとかあの聞いてましたけど、まあ皆さんね、初音ミックの曲こういうのが好きってのあったらぜひコメント欄で教えてください。みんな知ってんのかな。え、好きな子多いと思うよ。へえ、うん、何これ、どうなってんの頭、これどういう感じよこれ。頭のなんかヘアバンドみたいなのがどういう形なの。一体に描けない俺にとってこれは超絶難しいぞ。頭のゴムのところね。あ、ゴムかこれ。あ、ゴム、飾り？そう、飾りみたいな。何よりも今回は S 君使える色が多いですからね、そこをまたみんなにちょっと見てもらって、ね、鮮やかさとかね。そうね、あと俺見て描けるからね今回は、ラッキーよ。いつはもう勘を頼りに描いてる、若干ほぼミリシラみたいになってるからね。難しいなぁ、あかんぞこれ。俺フィグマの 0.3 で私はプロを入れていきます。多分大丈夫だと思うんですけど、まさかの金のアルコールマーカーフェリアのね、フィグマと相性が悪かった時はその時点で私も結構アウトかもしれません。つむつむ、うん、多分全部線伸びちゃうからね。だから今回私しなかったんですけど、皆さんがあのアルコール性マーカーを使って描くときは絶対にペン入れをする前にそのペンとアルコール性マーカーの相性を確認してからやってください。はいよ、プロッキーって言います。よし、じゃあ私はこれで色を塗っ
ていきますせい。セミックだから俺まで24色使えんかな、うん、何でもいいんだよ。これじゃん二色これか。買うねえ。S 君1本380円ぐらいだから、ね、だって全部使っていいけど、まあね、そうです、大切に使ってね、大切に使ってね。肌がこれじゃん。あとは何か入ってんだよな、もうちょっと青みでも、これも使うべじゃん。よし、これこんだけあるよ、自分だろ。うわ、贅沢にこんだけいっぱい使ってやるぜ。これ重要な。結構攻めたね、いきなりほっぺから塗ってた。ちなみにこのコピックってこのなんか太い腕の方とさ、このこっち側の、うん、何これ、うん、こっちとこっちのなんか違いってあるのこれ。こっちは主にすごい、筆の方は細く塗れるし、うん、太くも出る、要は強弱がとてもつきやすい、うん、こっちは幅広いところを綺麗にこう塗りたい時とかに使ったりする。あ、じゃ あの肌とか塗りたい時はこっち使ったりってこと。いや、基本的にはみんなコピックほとんどはこっちを使って塗ってる人が多いと思う。あ、そうなの、うん、筆を使ってる人の方が。俺もじゃあそっちでいくか。S 君にまあちょっと敵に塩を送るようなことだけど、うん、あのアドバイスだけど、いきなり塗るんじゃなくて、うん、よかったらこの辺とかにちょっと試しに一回色をのせたりしてみたらいいかなっていう。どんだけ遅いアドバイスくれてんだよ。もう時間がないんで、これは自分を信じて。なるほど、一発勝負です。それも大事。はい、もうファーストテイクでいきます。塗り絵は意外にね得意でもないけど、まあ嫌いではない。なるほど、うん、めちゃくちゃ濃いな肌。まあ肌はね、あんまり白すぎても健康的じゃないから、そう、このぐらいの黒さがいいよ。なるほど、ちょうどいい。初音ミクちゃんってこうだいぶ色白いイメージだけどね、うん、だから健康的な初音ミクに変えてあげたよ。なるほど、そう。いや、もう洗顔の時点で勝ち目ないじゃん。いや、でもほら色がね、今から塗ると S 君の方がカラフルで素晴らしい塗りをしてたらわからないよ。いや、もうこれはもう洗顔じゃなくて塗りだからね。そうだね、塗り勝負だから。そうだよね、どっちの方がうまく塗れてるかが勝負だからな。そうだよね、何よりも高級な品を使っておりますのでね。まあね、うん、9分か、色塗ってきます。待って、ここ隙間大きいんじゃん、これ何これ。でもセリアの100均マーカー初めて使うんですけど、うん、だいぶこう塗った感じのコピックにこう近い感じです。あ、太さがやっぱこっちの方が太いんか。あ、そうだね、うん、なんか水分量がこっちの方がなんか多いから、コピックより気持ちにじみやすいのかもしれないですね。こっちの方が肌色っぽいわ。なんでだよ。それは多分 S 君の色のチョイスの問題じゃないのか。なかった俺の肌色。本当に、うん、でもなんかその漫画イラスト24色セットだから、多分それだけで多分すごいもう出来上がる色が揃ってるんだと思うんだよね。でも俺肌色なかったよ。 R0000 とか R00 って簡単に薄い色だから、この辺をベースに多分こっちを影みたいな感じで塗るんだったと思うんだよね。いや、だって影つけれねえし。完全にやっちゃったじゃん。まあでも俺はちょっと色黒の方が、あの初音ミクも健康的だと思ってね。なるほど、色黒にします、うん、しますっていうかもう修正不可能なんで、うん、色黒でいきます。はい、ないんだ黒が色の中に。なるほど、使える色が今黒の中にないって気づいたので。うまい。なるほど、先に影をちょっとじゃあこっちでもつけてっちゃいましょうね。先に影をね塗っていってから色をのせるっていう塗り方にしてみようかと今回思いました。そんななんか裏技俺聞いてねえし。そうだね、聞いてねえ言って理解できなかったかもしれないから言わなかった。このもう使える色味があとこの2色なんですよね、私。うーん、濃い方をこっちで。得意じゃん、そのなんか何色塗りが。そうだね、まあ肌だ。え、これ何、これ境目がね、ちょっと作っちゃう。何だよ、これ。パスリーみたいなの
待ってですか、知らないで書いてた。もう今知った。コピックでもう色を塗るまで気づかないっていう。コピックでもうちょっとなんかあの作った線を。ちょっと時間が足りなかった感が否めないんですけども、うん、ではまず私の方の初音ミクから見てください。はい、はい、ということで、はい、だいぶ色素の薄い初音ミクちゃんになっちゃいました。なんかこう使える色がやっぱ6色だったから、うん、もう主にこれとこれを塗って他は肌色と影っていうような感じで描いてみました。うん、ちょっとやっぱ時間が足りなくてね、塗りきれてない感があります。セリアのマーカーを使った感想としては、うん、全然もう発色も綺麗だし、いつもコピック使っててそんなにあのコピックと差がないなっていう感じですけど、うん、やっぱりこう結構にじみとかムラが少しやっぱ出やすい、コピックよりは出やすいから、そこをちょっと注意して描くといいのかなと思いました。なるほど、うん、まあ全然使えますよってことですね。そうですね、まず練習するにはこっちでいいと思います。うんうんうん、なぜ S 君に先にこれを渡さなかったのかという感じですけども、うん、早速 S 君の初音ミクです。どうや。おー、でもちゃんと色が全部塗り切れてるよね。時間制限内ではやっぱり残り30秒残して終わったからね。うん、うん、あのすごいコピック使ったね。インクね使ったよ。全部塗った、全部塗ったからね。てかからさ、影とか、うん、なんかそういうこの辺は塗る、この辺は塗らないみたいのがそもそも分かってないんだ。うん、そもそもの塗り方みたいの教育もしてないし、教わってないから、もう全部塗るしかないんだ、とりあえず。あの、そうだよ。塗らないといけない。塗り絵みたいに。塗り絵みたいに。うんうん。なんかすごい、やっぱ見て描いたからかな。手とかがさ、いつもよりすごい立体的に描けてる。見て描いたからね。うまい。じゃあぜひ今回の勝負、これいい勝負いってるかもしれないです。いや、いってねえだろ。普通に考えて線画の時点でアウトでしょ俺の。いやでも線画だけじゃなくて総合で見てもらうからね。あ、ぜひ今回こちら、2人の初音ミクどっちが勝ったか、あの皆さんに判断を委ねたいと思いますので、よかったらコメント欄でどっちが勝ったかコメントして教えてください。勝ちだと思う方にコメントしてください。俺が勝ったら何しようかな。よかったらコメント欄でどっちが勝ちだと思うっていうようなコメントを教えてください。はい、総合で見てもらって、総合で。いや絶対いい勝負じゃないからね。どう見たって俺の初音ミクじゃないし、カニ股だったね。なんか太いしね。はい、ということで、今回はプロと初心者のお絵かき対決でした。はい、よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と S 君でした。さよなら。